ちょうどいい曲が車で流れてました。で、聞こえるでしょ。あんまり長く流すとダメですからね。こっちでみんなから行きたいと思う。おはようございます。皆さんおはようございます。1月24日7時20分です。いやー、ちょっとまた寝坊してしまいまして、今日は、朝日に間に合わなかった次第ですが、いやでもね、運よく水平線から上がってくるのは取れませんでしたが、雲からこうね、途切れたとこから上がってくるのは取れました。なんて運がいいんでしょうか。しかもエグザイルのライジングさんが、いやこれね、偶然なんですよ。うちの車、たくさんなんだっけ、 SD カードの中に曲入れてまして、シャッフルでかけたんで、狙ってないんですよ。狙ってなかったんで、ちょっと急いで聞いてもらったんですけどね。ライジンさんですよ。いや今日はちょっとテンション高いですね。見れましたから朝日を、はい、頑張って走っていきたいとそう思います。昨日ね、大潮だったんですよ。今日もまたこういう感じで、全然定点カメラを置く場所がありません。いつもあの辺の、テトラのとこに置いてんですけど、さぞや迫力のある映像が撮れそうですけど、撮った途端にもうカメラをなくしてしまいます。きっと三脚も置けませんし、長靴であそこまで行くっていうのもちょっと考えたんですけど、ちょっとあれですね、無謀な気がします。この長靴なんですけど、困ったな。うん、長靴履いてきちゃった。歩くスキーも持ってきたんで、歩くスキーで行きたいと思います。ご覧のように一面雪景色に変わっておりまして、ちょっと降ったんですよね、苫小牧にしては珍しく。それでここにスキーを持ってきました。でもね、今度スキーだとちょっと雪の量が少ないんですよ。困ったな。ウォーキングに変えますか。お、いやー、降ってきました。また足元の例によって波や波じゃない、風やね、潮で、吹っ飛ばされて、かろうじて雪がない状態ですが、空から雪雲からね、太陽はこうして出ているのに、雪が降ってまいりました。非常に、荒れた天候の中、どうしてこれでも走るんだと言われそうですが、まあジョギングバカの面目躍如といったところでしょうか。昨日ですね、失礼、昨日ですね、ちょっとこのヤフーじゃなかった、 YouTube のアナリクスっていう、アナリクスなのかな、じゃあ合ってるんだろうな、あの自分のチャンネルのいろんなの見るやつあるじゃないですか。あれで確かめたらですね、僕のチャンネルを結構外国の人が見てくれてるんですよね。どういうことなのかわかんないんですけど、こんな僕の話を翻訳して見てくれているともちょっと思えませんから、多くはあの波が
バンバン打ち寄せてる動画をご覧いただいてるんだと思うんですけど、北海道かっていうことで南の国に住んでいる人たちが見てくれているのやも知れません。そう思ってですね、ちょっと英語でなんて言うのかなって、まあ何せ英語が多いので僕のチャンネルを英語に訳したらなんて言うのかなと思って検索してみたんですよ。そうしたらですね、いや検索というか、まあ試みに訳してみたわけですよ。そしたらやっぱジョギングバカっていうのはクレイジーなんですね。分かってはいましたけど、クレイジーって言われるとちょっとえっていう感じね。一応自分では、まあ、クレイジージョギングマンっていうのがいいのかななんて思ったんですけど、ちょっと訳語が出てきたのを見てからちょっとへこみました。そうそう、クレイジージョギングマンも驚きましたけど、ちょっとね最近のね、動画のチャンネルの様子なんですけど、この間孫と一緒に行ったプリキュアショーの入り口とか、おもちゃの様子をちょっと上げたら、なんか僕のチャンネルとは思えないような再生数になってたんですよね。だけど僕お店じゃない、会場の注意に従って中身やショーの中身は全く録画してないんですよ。だから多分きっとご覧になった方はですね、ちらっと見て、なんだよこのおっさんが喋ってんの見たくねえよっつって、いや、やめてるんですよね。ほとんどの人がちらっと見ただけでサムネ詐欺みたいになっちゃっているみたいで、どうもすみません。でもあの動画もですね、最後まで見てもらえればパンフレットとかも紹介してるし、握手賞の握手会のプリキュアさんたちのドアップの写真もあるし、写真じゃないか動画もあるし、悪くないと思うんですけど、まあでもやっぱりね違うって思うんだろうね。最初からあれ出さないとダメなんだね。ちょっと学習させてもらいました。最初から握手会のところをパーンと出さないと良くないんだね。知りませなんだ。以後気をつけます。よくわかんないけど、孫とはまたプリキュア見に行くと思うんで、その時にちゃんと学習成果を表したいかなと思います。ああ、今日は雲が分厚いな。でもこっち見てください。こっち今後ろ走りしてますけど、こっち見たらこう明るい太陽さんが出てるんですよ。まあいいじゃないですか、皆さんこういう日も顔に雪が当たって痛いですが、いつだかの爆弾低気圧の暴風雪の日よりはね痛くないですよ。おっと風が強すぎてボワボワ音で声入んないですね。これで一回切ります。いつものようにウォーキングしてる人やジョギングしてる人を見かけることは今日はありません。こんな天気の日に出てくるのはクレイジージョギングマンだけで、そんな中にゃんこのお世話をしてくださってる方はちゃんとお見えになってます。雪の中もなんてにゃんこにとっては神ですよね、あの人は。
晴らしい。旅気味をしていらっしゃいますね。いい匂いです。おはようございます。ジャンコを温めるために焚き火を焚いてるだけじゃないんですよ。ああしてあったかい食事をジャンコたちにあげてくださってるんですよ。命を救うためとはいえ頭が下がります。なんて素晴らしい方なんでしょう、ね、簡単に野良猫に餌をやらないでなんて言うけど、誰があの方を止められるというんですか。ジョギングバカの訳語はちょっとショックでしたけど、まあそれでも若干海外の人にも分かってもらえるようにするためにタイトルの方にちょっとだけ、英語を入れてみました。まあ、どんな反応がねあるのか楽しみではあるんですけど、まあわからないです。そこはこれからもきっと海外の人もちょこっとずつ見てくれるんでしょうから続けていきたいと思いますが、海外にいるっていうわけで日本人かもしれないしね、北海道の人だったりして、それだったら別に英語にする必要全然ないんだよね。しかも苫小牧のさね、人が海岸風人とかで、おお懐かしいとか言って見てるんだったらちょっと話が違ってくるよね。まあわかんないんですけど、そこのところは続けたいなと思っています。早く春になったらね、もっといろんなところ走れるんですけど、今日はここだけです。今日もと言った方がいいのか、そう、歩くスキーで行くかも、普通に滑ることを気にせず走れるとしたら、ジョギングできるとしたら、市内でも海岸だけですよ。あとはもう氷に閉ざされちゃってますんで、僕が走れるって言ったら高校ぐらいです。実にでもね気持ちがいい。誰もいないっていうのはさらに気持ちがいいね。加速しちゃうね。本当いい気持ちです。波の音は高めです。波高め、白波をかぶりつつ進んでいます。そうだ、もう一つ言い忘れたことがありました。岡田斗司夫さんがリワンドしたという話ですけど、ご病気なのかなと思って心配したら単にリワンドだったそうでして、ご本人はもうそのレコーディングダイエットについてはもう否定されてるとか、否定というかまああれは良くなかったと。であればなおのこと言わせていただきます。岡田さん、僕と一緒にここで走りましょう。走ればダイエットできますよ。あと
その様子を動画で上げて、オタキングが走ってますみたいな感じでやれば、一旦始めたらやめられませんので、やめられませんので、痩せられます確実に。はい、いかがですか岡田さん。もう岡田さんがダイエットやらないということであれば、私の方が進化系レコーディングダイエットということで名乗らせていただきます。正式な許可は何も取っていませんが、本人がおやりにならないということであればもういいでしょう。僕も大概のオタクですし、オタクですし、クレイジーですし、なのでちょっとレコーディングダイエットを名乗らせていただきます。今後これが僕のレコーディングダイエットです。本当にメモ買って書いてたんですよ岡田さん。ちっちゃいメモ買って、毎日何食べたかきちんとメモ取ってやってました。ご飯一杯何カロリーとかって、小さいお茶碗にも変えたりしました。うん、確かにあれは自分との戦いで、とってもきつい部分もあるダイエットでしたよね。でもいいと思いますよ。僕には良かった。やっぱり人によるのかな。うん、人によって向き不向きがあるんでしょう。僕はどうやら向いてるようなので、今後もデジタル YouTube レコーディングダイエット続けさせていただきたい、そう思っています。それでは30分走りました。はあ、それでは岡田さんも含め、今日も一日お元気でお過ごしください。また朝日とともにお会いしましょう。荒れた北海道からさようなら。